ティトゥス・スタティルス・スタウルスは、プレブス出身の共和制ローマの政治家、軍人。紀元前37年に補充執政官、紀元前26年には正規執政官を務めた。ティトゥス・スタティルス・スタウルスは、ルカニアの出身で、先祖に後位官職者を持たないノースホモであった。当初は、マルクス・アントニウスの支持者であり、アントニウスによって、 紀元前37年に補充指政官に選ばれている。その後、アントニウスの命令を受けて、その艦隊とともに、セクストゥス・ポンペイウスと戦うオクタヴィアヌスの救援に向かった。ポンペイウス軍がシキリア属州から駆逐されると、ダウルスはアフリカ属州に渡り、特に混乱もなく、そこを平定した。この功績を称えて、 紀元前34年には凱旋式を実施している。ローマに戻ってからは、ローマ最初の高級的円形競技場である、スタテルスタウルス円形競技場の建設を開始した。紀元前34年、タウルスはオクタヴィアヌスに随犯して、ダルマチアに遠征する。オクタヴィアヌスがローマに戻った後も、タウルスはダルマチアに駐屯を続けた。オクタヴィアヌスとアントニウス・クレオパトラ連合との 戦争が始まると、タウルスはオクタヴィアヌスに味方しアクティウムの戦いにも参加した。タウルスは陸上兵力を率いていたが、アントニウス・クレオパトラが海戦で敗北すると、アントニウス軍の陸上部隊は戦わずにタウルスに降伏した。この勝利は、オクタヴィアヌスの対アントニウス戦争の勝利を大いに加速した。アントニウスが自殺した後の紀元前29年、タウルスは ヒスパニアへ遠征して、カンタブリ族、ウアカエ族、アストレス族に勝利した。紀元前26年には、正規の執政官に就任、同僚執政官は、アウグストゥスの称号を得たオクアウヤヌスであった。紀元前7年に、テベリウスが2度目の執政官に就任するまで、タウルスは、執政官を2度務めた最後の人物であった。紀元前16年、 アウグストゥスがガリアに遠征した際にはタウルスを首都長官として残している。アウグストゥスが皇帝として権力を掌握するまでは名誉の共有を試していたようである。スタティルス・タウルス円形競技場は紀元前29年に完成していたが、その開幕式では多くの検討士闘技が実施された。これは大変に好評を終え、タウルスは民会から 毎年プラエトルを命名する栄誉を得た。タウルスがローマに滞在している間は、ゲルマン人の奴隷を護衛として使っていたという。タウルスには3人の息子と、おそらく2人の娘がいたが、母親が同じかどうかは不明である。長男は父と同じティツス,スタティルス・タウルスという名前であったが、造兵官にはなったものの、失兵官には手が届かなかった。次男もまた、 ティトゥス・スタティルス・スタウルスという名前で、紀元11年に失政官となっている。三男は、非戦なスタティルス・スタウルスで、紀元16年の失政官である。娘の一人は、紀元前1年の失政官で、アウグルであったルキウスカルプルニースピソと結婚した。もう一人の娘は、クラウディウス帝の知性に99歳で死んだとされるが、実際には、タウルスの妹かもしれない。 ありがとうございます。